はい、どうも、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日、先ほどお知らせ読み上げをしておりますけども、ディスコードの更新が来ておりましたので、そちら確認していきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、タスクフォースチームです。全世界配信4周年キャンペーン、皆さんいかがでしたでしょうか？もう終わっちゃったみたいな書き方ですね。いかがですか？じゃないですね。はい。チームの補強が、はかどった方も多かったのではないでしょうか。各位、私も念願のフェス限定ミカエル君が天使降臨してくれたため、クラブ選手主体のチームにどうやってライジング3選手を組み込むか悩んでいる今日、この頃ですと。さて、今日は私たちチームが対応を予定しているアプリの改善内容をお伝えしたいと思います。ということで、ここからが大事なところですね。はい。12月17日金曜日に実施予定のバージョン 5.5.2 アップデート内容、必殺技アイテムの所持上限数を999から2000に変更。これいいですよね。はい。期間限定高難易度シナリオや、高難易度教習で手に入る必殺技アイテムを最大2000までキープできるようになります。はい。今ね、999っても、個人的にも結構すぐにいっぱいになっちゃっていてですね、繰り返しこう捨てたりとか、無駄に消費してました。はい、これ非常に助かります。はい。続けて、現在実装中のアップデート予定ということで、試合中の感染者コメントを通報する機能がこれ追加されると、これ非常にいいんじゃないでしょうかね。はい。試合で流れる感染者コメントを選べるんだ。なんかこれちょっと難しいですね。選んで通報できるようになります。通報された感染者コメントは記録を精査した後、問題があると判断された場合には、警告等の対応を行う場合があります。いたずら通報を行うプレイヤーに対しても、不適切な行為として同様に警告を行う場合があります。はい。なのでね、コメント流れてきて、ただこれ通報するのも、試合中だと、ちょっと大変ですけどもね。はい。まあ、こういう対応がされるということは非常に良いことではないかと思います。例えば、ライブでね、フレマーとかやってる時に、まあ、この辺があると非常にね、よろしいのではないかと思いますね。はい。特にね、ゴルコーンのメンバーでやってる時にも、まあ、結構、ね、不適切なコメントが流れてきたりということもありまして、で、今、まあ、それが原因でね、フレマ、ライブのフレマっていうのを中止してたりはしますので、まあ、このあたりが、またね、活発になれば、フレームがね、活発になればいいかなというふうには思っております。続きまして、必殺技シュートのショートカットボタンの追加。で、これ以前にもね、検討中ですって書いてあったやつですね。はい。地上シュートの必殺技をフィールド画面上で必殺技リストを開くことなく発動できる機能です。ショートカットボタンはフィールド画面の右側に配置され、同ボタンを押すと地上シュートが発動します。ショートカット登録できる地上シュートは1選手につき1つで、選手詳細画面でショートカットの登録を行います。はい。なので、これは、例えば、ワンツーした後とかね、ドリブルで突破した直後とか、まあ、この辺でもそうですしね、やっぱりシュートするときに、一回コマンドのアイコンを押してね、そこから打つとなかなか、時間かかっちゃったり、あとタイムアタックとかがね、今後ある時には非常にいいのではないかと思います。これ非常にいいですね。はい。続きましては、コマンド決定後もミニマップ相手選手情報の確認ができるようにする。マッチアップ画面のミニマップ表示、マッチアップの詳細情報表示について、コマンド決定後も相手のコマンド入力を待っている間見ることができるようになります。は、これも、はい。自分がね、コマンド決定した後に、次のね、動作の予測とか、次の展開をね、どうしようか考えてたりするときに、そのミニマップっていうのが出ているとね、非常にやりやすいですし、あとやっぱ相手の、性能をね、確認したりっていうところもできるようになりますので、今までだと、自分がね、コマンド確定するまでは見れたんですけども、そうすると今度、ね、それじっくり見てると、タイムアップになっちゃってね、変な技を選ばれちゃったりということもあったんで、まあ、その辺が非常に、はい、ユーザーの視点に立っていいんじゃないかと思います。限界突破後に能力上限突破するか確認するダイアログの追加。
限界突破を行い、能力上限突破の上限レベルが解放されたときに、能力上限突破画面に移動することを選べるようになりますということで、まあ、選手の強化する際にね、手間が一つね、省けるというところで、まあ、こういったところもいいんじゃないかと思います。はい。続いて、試合演出時の潜在スキルマークをオン・オフということで、コマンド決定後の 3D キャラクター演出で表示される潜在スキルマークについてオン・オフが選べるようになります。試合演出、潜在スキルマークってどれだろう？はい。ちょっとごめんなさい。これ、確認が必要ですね。はい。で、続いて、オート時必殺技のオン・オフ設定ということで、オートプレイで使用しない必殺技を指定できるようにできると。はい。使用しないに設定した必殺技は、オートプレイ中やオートプレイで進行するゲームモードのマッチングで選択されなくなります。自動パスカット強化、自動ブロック強化での発動は除く。フォワード選手がディフェンスマッチアップ時に必殺タックルなどを使って、スタミナ消費してしまうのを防ぎたい時などに活用できます。これは、はい、いいですね。特に、あれですね、ワーチャレとかね、スタミナが限られちゃってるんで、この辺があると非常にいいですね。はい。なかなかよろしいですね。はい、続いて、リタイア機能ということで、オンライン対戦でリタイアを選んで試合を終了できるようになります。リタイアを選んだプレイヤーは、ランクマッチ、オンラインカップなどでは通信切断、同等のペナルティと同モードの再試合を制限する時間が5分間発生します。なるほど。ペナルティはあるんですね。ペナルティこれ必要なんですかね。なんか、ね、負けは負けでいいと思うんですよ。ただ、例えばカップ戦とかだと通信切断でマイナス30って、あれは非常に、ね、それは意図的に切断してしまった場合は致し方ないのかもしれないんですけども、ただね、どうなんでしょう。もう確実にこう、格上の相手とやってね、もうこれ以上やっては無駄だ、時間もったいないってなった時に、やっぱりもう、なんだろう、消したいというかね、やめたい時はあると思うんですよ。だそこで、別に、0ポイントでいいと思うんですけど、マイナス30にする必要はないと思うんだけどな。はい。ちょっと個人的な思いですけども。そうするともうちょっとね、カップ戦とかが早く進んでいいと思うんですけどね。はい。あとは、再試合の制限がね、5分間ということで、すぐに試合がね、再開できないというペナルティがつくということですね。はい。で、フレンドリーマッチ、グループマッチなどはペナルティはかかりません。ペナルティ内容は変更する場合があります。ご了承くださいと。本日の内容は以上となります。内容は開発段階ですので、実装状況によって変更される場合がありますので、ご了承ください。その他にも、まだ実装段階の拡張機能がありますので、機会を見て発表してまいりたいと思います。とのことです。これはだからあれなのかな？次のアップデートでは全部つくわけではないんですね。必殺技の、ね、ボックスの拡張ぐらいは、お知らせにも書いてありましたけども、それ以外は今回じゃなくてね、今、予定をしているものですっていうことだと思います。続きまして、また違う内容ですね。皆さんこんにちは。今回は自動ブロック強化について簡単にお話しさせていただきます。自動ブロック強化の調整。自動ブロック強化の特技または潜在スキル持ちの場合、自動ブロック発動時に必殺ブロックが発動しますが、ヘルプに記載の通りコマンド値の補正が入っています。今回はこの補正処理を緩和しました。これによってジェンティーレ、過去世界一のリベロのようにシュートキラー持ちはロングシュートを自動ブロックで止めやすくなります。この調整に合わせて12月17日金曜日にオンライン対戦で使用率の高いディフェンダー選手も何名か調整いたします。米印でバフデバフの差や距離によって結果は変動します。なんでこれ一気にじゃなくって、使用頻度が多そうなキャラクターから調整始める。カルツくんとかね、そういったとこですかね。ジェンティーレ。はい。あと誰だ？まあ、結構いると思うんですけどもね。はい。なので、ここは、タイミングによってね、実装の、される選手、されない選手が出てくるんだと思いますね。はい。で、自動ブロックで止めた後、どのように
パス回しをするかが常に考える必要性も出てきます。自動ブロックで止めたけど、高い位置で相手フォワードまたは OMFA に奪われるということに対しての対策、逃げ道も検討中です。実際のサッカーならロングパスやロングボールで回避できますね、ということで。もしかしたらなんか違うね、選択ボタンみたいなの出てきて、なんかクリアボタンがね、出てきたりっていうのはあるのかもしれないですね。はい。で、次です。あ、次はないですね。17日以降はクリスマスキャンペーンが始まり、毎年恒例のサナエサンタも登場するのでお楽しみに、ということでしまっておりますね。そうですね。12月17日金曜日に関しては、まあ、先ほどもお話ししたように必殺技アイテムの所持上限数が増えるというところまでですよね。おそらくね、この下のやつは予定だから、はい、まあ、今後追加実装されるかもしれないというところですね。はい。まあ、お知らせ、そうですね。内容的には、多分この辺の拡張とかなので、アップデートの時間自体がそんなに、伸びることはないんじゃないかとは思っておりますが、まあ大体ね、毎回1時間2時間遅れるということもありますので、ここは気長に待てばいいのかなというふうに思っております。はい。あとはね、たけしくんが、お知らせの中で、ちょっと見てみましょうか。はい、ゲーム画面に戻ってまいりました。ここはもうあれですよね。はい。先ほど、まあ、お知らせの方でもね、このたけしくんの、ガチャが来るよというところは読み上げはしておりますけども、まあ、今回はディスコードの中では、これまでのようにね、性能は明らかにされておりませんでした。直近だと先月末からのね、フェスのナポレオンであったり、今回の超ドリコレの、ミサキくん、ロベルト、この辺は性能がね、ディスコードの方でまず書かれてましたけども、今回、たけしくんに関しては触れられていませんということです。はい。まあ、これね、たけしくんが出てきているということは、やっぱりね、ヒューガくんが超フェス、かなりね、近づいたんじゃないかなと。で、しかもなんとなくですけども、このたけしくんにヒューガくんのパラメーター強化とかがね、乗ってくると、ほぼ確定じゃねえかなと。はい、思いますね。はい。ね、まあ他の、まだね、ピックアップというか新選手が登場するかどうかも含めて、まあいろいろとね、予想して、楽しい時間は続くかなと思いますけども、はい。ガチャに関しては、そんなところでございます。はい。あとはね、こちらが、先ほどのディスコードにありました部分で、必殺技のね、アイテム所持が増えますよというところと、トレーニングのところで、不備があったところの改善。あとは、こちらもディスコードにありました自動ブロック。こういったところの、修正が入るということで、はい、金曜日のね、アップデート待ちたいと思います。以上で終了し、いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。